矢吹まさみじ。逃げる必要もない、そんな言葉が力強い。寺地健志郎。その技返してもらうとチャレンジャーです。寺地健志郎ということになります。そうですね、まあ、前回の試合でもリードジャブはたくさん自分の距離で戦いやすくもなりますから、まあ、矢内選手も、まあ、望むところだと思いますね。健志郎の右左のリードジャブ、本当によくクローズアップもされます。アッパー外からの右、まあ、今回最初に後手に後手に回りすぎず、まあ、今の動きでいいんですけど、どこかちゃんと自分のタイミングを。じゃあ健志郎です。右のストレート、速いジャブ、一つ武器を見せてからその後ところに右ストレート打つ、はい、それを今心がけてストレート。そうですね、ガードをより一層固くしてその右をその後はかわしました。チャンピオン矢吹もそうでしたけど、はい、やはり今回解説させてもらっているところが2階席と少しこう遠いっていうこともあって、はい、下で見るのとやはり迫力であったり音であったり見えないパンチであったりので微妙にやっぱ違ってくるんです。早めに打とうというふうに見える左の得意のリードジャブ、外からの右のストレート強い。そうですね、まあ、右ストレート健志郎選手打ってますけど、矢口選手もうまくガードして、はい、対応できてるんで、ますますというふうに見ていいですか。そうですね、でもアッパー一旦下がってから前に出る、何か隠されているかどうか。ただまあ追いかけるのはいいんですけど、はい、一瞬後に気抜いたところに矢口選手はパンチ打つテクニックがありますからね、そこは気をつけて追いかける。そのパンチ注意しながら健志郎チャレンジャー前に出る。左矢吹は思い切って放った。そうですね、できる選手、練習したからできるわけではないので、はいはい、そういうところでやっぱり矢吹選手は非常にセンスがある選手ですね、うん、そうですね、まあ、もう一回というなりわいだったんですが、健志郎戦に勝ってからは試合に専念。矢吹選手はチャンピオンになって自信を得たと思いますし、はい、ね、今打ち下ろし、まあ、それを最大のエネルギーにしていきたいと健志郎、まあ、戦い、ここもストレートで詰めてくる。残り300秒、右ストレート。ただまあすぐ矢吹選手も返しましたよ。突き崩す健志郎、健志郎 VS 矢吹。1ラウンド目からいい戦いですね。そうですね、2ラウンド目ストレート。まあ、後半に、まあ、プレッシャーをかけてた健志郎選手が右ストレートを当てたり、はい、まあ、矢吹選手も返してるんですけど、はい、まあ、クリーンヒットの数では健志郎選手かなと思うので、まあ、健志郎選手に僕は振りますね、はい、今第2ラウンドですね。そうですね、第2ラウンドです、はいはい、ただ右ストレートいいのもらってもしっかり矢吹選手返しますから。確かにそうですね、これで完全チャレンジャーと立場を変えて、この圧力また一層増しているかのような。健志郎選手の構えに対してアッパーが有効だと分かっているので、見えない角度から右アッパー左アッパー打って、そこは健志郎選手も気をつけて戦ってはいますけどね、そやはりアッパー当たりやすい、今、リードジャブどん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 前に来るから、アッパーは見えないですからね、そういう感じで、今みたいにストレート、うまくアッパーを合わせようとしてますね、その後、まあ、ダッキングなどあってからの拳、追い込んでいく、この打ち気の姿勢、開始から一発、右ストレート、立てるか、矢吹、健志郎の拳、百裂拳まで、いやいや、必要。さあ、とにかくこうやって拳もギリギリのところでかわしてからの右ストレートでしたね、穂積さん。そうですね、まあ、矢吹選手の狙いもすごい良かったんですけどね、アッパーを追って見えない角度から打ってたんですけど、まあ、うまくかわしながら合わせましたね。打った後矢吹選手はちょっとこうガードが下がってしまう癖があったんですよ、はい、それを、まあ、健志郎選手がこの3ラウンドで少しずつアジャストさせていったという意味で、3ヶ月間、はい、僕らの知らない努力、悲しみ、辛さを味わってきたんで、はい、矢吹選手も負けましたけど、まあ、僕からしたら勝者だと思います。